ケベック遠征は、1711年に、イギリスにより行われた、陸路と海路による、ヌーベルフランスへの攻略遠征である。イギリスは、前年の1710年に、アカディアのポートロワイヤルを、自国領として、ヌーベルフランスダッシュへと乗り出したが、調査も十分でないまま行われたため遠征は、頓挫した。1710年、安城汚染の末期に、 イギリス正規軍とニューイングランド入植地兵の混成部隊が、ノバスコシアのポートロワイヤルでの戦いで、フランスの要塞を奪って勝利した。この遠征の指揮官であるフランシス・ニコルソンは、ロンドンにこの知らせを持ち込み、同行していたマサチューセッツ湾植民地の代表である、ジェレミア・ダマーと、ヌーベル・フランスの中心地であるケベックに、遠征するための陳情をした。 オックスフォード・モーティマー博、ロバート・ハーレイイギリス政府は多少混乱していた。1710年の8月には、初代ゴドルフィン伯爵シドニー・ゴドルフィンの内閣が倒れ、アンーは、大倉卿に、初代オックスフォード・モーティマー博、ロバート・ハーレイを指名した。ハーレイは、マールバラ公、ジョン・チャーチルの政敵であり、マールバラ公も、また女王の寵愛を失った。ハーレイは、 イギリス軍の戦略を変えたいと考えていた。ブルーウォーター政策である。陸軍の予算を削った分を海軍の強化に回すべきであると強調していた。また、マールバラ港の影響が続かないよう、自らの考案でマールバラ港を抑える方法を探し求めた。最終的に彼は陸と海からのケベック攻略を承認したが、病気のため、この仕事の大部分は、 外務大臣の初代ボリングブルック死者クヘンリー・シンジョンによってなされた。ボリングブルック死者クヘンリー・シンジョン基本の部分は1709年に予定していたアカディア攻略に合わせて1708年にサムエル・ベッチが提案したもので海軍の遠征に陸軍の正規兵とイギリス植民地の民兵の混成軍を加えて主な敵陣突破を図るというものだった。 白色艦隊の海軍中将であるサーホーベンデン、ウォーカーが、この遠征の指揮権を委任され、陸軍の指揮は、順将のジョニヒルに委ねられた。ウォーカーは3月に提督に昇進したばかりで、安城戦争の初期に、西インド諸島に艦隊を連れて遠征したことがある。ものの、はかばかしい戦果を得られず、新ジョンと友人であったこと。 トーリー党に共感していたことが理由で選ばれたようなものだった。シン・ジョーンがウォーカーとヒルを選んだのはアン・ジョに取り入る目的もおそらくはあったようだった。ヒルはアンの親友であるアビゲール・メイシャムの弟だった。マールバラ公爵夫人であるサラ・ジェニングスはおそらく夫の意見の受け売りであろうがヒルを軍人としてふさわしくない人物と書いている。マールバラ公が フランドルで率いている軍から5つの連隊が引き抜かれ、イギリスの2つの連隊と5000人ばかりの陸軍部隊に編成された。この編成隊は4月から5月にかけてイギリス南部の何か所かの港から出港した。行き先に関しては秘密主義が貫かれていた。ウォーカーもすぐには行き先を教えられてもらえず、他の提督も同様だった。 食料や物資に関しては、スパイを欺くために、ヨーロッパの海を開港する時ほどの分量でしかなかった。フランシス・ニコルソン1711年の6月の、初め、フランシス・ニコルソンは、ボストンに着いた。遠征の詳細や計画、入植地の提督との会見などが、コネチカットのニューロンドンで進められた。海軍の遠征艦隊は、 ニューイングランド入植地で育成された民兵を同行させる予定であり、一方ニコルソンは植民地軍をコネチカットからペンシルベニアへハドソン川を登らせ、シャンプランコに出てモントリオールへ陸路を送り込むつもりだった。海軍に同行する植民地軍は1710年にノバスコシアの総督となったサムエル・ベッチの指揮下にあった。1500人からなるこの部隊は ほとんどがマサチューセッツの兵で、それにニューハンプシャーやロードアイランド植民地の文献隊が一緒だった。艦隊は6月24日にボストンに着いた。艦隊はノドル島に上陸した。歴史家のサムエル・アダムズ・ドレイクによれば、イギリス国旗の下で大西洋を渡った人数としては恐るべき大人数だった。艦隊が食料が足りないまま出港したため、担当者は ボストンで十分に積み込むものと期待されていた。しかも、兵員の数が当時のボストンのそれを上回っており、食料補給はやる気をなくしてしまうような仕事だった。商人が法外な値段で取引するのは禁じられていたが、結局十分な食料は得られた。他に、職務をせずに艦隊を離れているものを、入職者が見つけた場合には罰する法律もできていた。どうやら、 この遠征軍は入植地の住民にいろいろと注目される存在であった。ボストンに滞在した5週間の間、このことが持つ意味は大きかった。セントローレンス川遠征隊の投竜中、ウォーカーはセントローレンス川の航路に通じた案内役を同行させようと考えていた。しかし誰も名乗り出ず、ウォーカーはひどくうろたえた。 艦長で、ヌーベルフランス入植地の情報に精通していると言われるシプリアン・サウサックでさえも、セントローレンス川の川口から向こうには入ったことがないと口にしていた。ウォーカーは、プリマスを出港する前に、艦隊に同行させた、フランス人に頼ってみることを考えた。しかしながらベッチは、そのフランス人を全く信用しておらず、このように書いていた。 愚かなだけでなく、嘘つきで、怠け者で、飲んだくれであるしかし、そのフランス人に聞くより他に、いい方法が見つからなかったウォーカーは、打破した、フランスのスループ船の船長であるパラビに金を握らせて、案内役を依頼していたとも言われている。ウォーカーが集めた海図は、セントローレンス川川口の詳細な情報が、明らかに不足していた。それは、サー・ウィリアム・フィップスが、 1690年のケベック遠征の際につけていた公開日誌さながらだった。ウォーカーもこの日誌については知っており、フィップスの遠征に参加した人物とも何人かあったが、彼らの苦悩をつかむような話では、あの川の何にどう気をつけておけばいいのか、その懸念はまるで晴らされなかった。心配のあまり、ウォーカーは艦隊の中でも最も大きく、 重い艦の一席で、しかも70門艦のエドガーに巡航の命令を出し、自らの提督機を立てさせた。1733年のセントローレンス川付近の地図、赤の点が遭難現場、サミュエルベッチ艦隊がボストンを立ったのは7月30日のことだった。イギリス軍と入植地の艦の混成部隊で、9隻の軍艦、2隻の急砲艦、 そして60の輸送艦と看護人の船だった。7500人の兵が乗り込んでおり、うち6000人ほどが水兵だった。8月3日までには艦隊はノバスコシアに到着し、その後、ベッチが艦隊をケープブルトン、ケープノースそしてセントローレンスワニへと案内した。8月18日の朝、艦隊はセントローレンス側に入ろうとしていた。 しかし北西からの風が強く吹きつけ、ウォーカーはガスペワンに艦隊を避難させなければならないほどだった。20日の朝になって、風は南東に向きを変え、艦隊はアンティコスティ島の西の端をゆっくりと進むことができたが、風が止む前に厚い霧が立ち込め、岸も艦隊も覆われてしまった。22日までに風が新たに南東から吹いてきて、 霧が途切れるようになったが、陸地は見えなかった。この地点では、艦隊はアンティコスティ島の西側にいて、ここは川幅が70マイルほどあったが、北岸で川が鋭く、向きを変えて、ほぼ南北方向に走っているところは狭くなっていた。艦隊がいる地域は、現在はポアントーザングレと呼ばれているが、 イルゾーヌフ他無数の小島があり、岩の多いので有名な浅瀬があった。ウォーカーは案内役と相談してから午後8時頃にほぼ南西の方向に艦を進ませるように信号を上げた。ウォーカーは命令を出した時艦隊は流れの真ん中あたりにいると思っていた。実際は本来進むべきコースより約7リーグ北で強い流れによって艦が捉えられ、 北西の方向へと押しやられていた。東風のせいもあって、艦隊は徐々に北岸との距離を詰めていった。ここは、エッグアイランドの近くで、ほぼ南北に、流れが走っていた。パッドン艦長が、午後10時30分頃陸地が見えた。おそらく真向かいに陸地があるのだろうと言ったことを、ウォーカーに報告した。ウォーカーは、艦隊が、南岸の方に近づいていると思い込んでおり、 全艦隊に、下手回しにして、別方向に止めてから就寝するようにと命じた。この操舵で、船はもっと北向きになった。何分か経って、ゴッダードという陸軍隊員が、ウォーカーを起こして、再波を見るように言った。ウォーカーは、陸軍将校であるゴッダードの忠告を無視したが、ゴッダードは戻ってきて、ウォーカーに、ご腸を荒ら,らげてこう言った。簡板においでください、我々は。 間違いなく沈みますウォーカーはガウンのまま甲板に出た。そこで彼が目にしたものは東風が吹きつける騎士の西に押し流されている艦の姿だった。フランス人の案内役も甲板に出てきてウォーカーに今自分たちがどこにいるかを説明した。ウォーカーはすぐに怒り綱を切って危険から逃れるため風を克服しようとした。二隻の軍艦。 モンタギュとウィンザーの立場は、もっと厳しかった。結局は、イハに周囲を囲まれながら、なりゆき任せという立場を取った。ウォーカーは夜中、船が遭難する音を耳にしていた。霧が晴れる時間になると、遠くの方に、岩に打ち付けられて地面に乗り上げた船が何隻も見えた。あるニューイングランド出身の乗員がこう書いている。沈んでいく船、溺れる人々。 魂が肉体を離れていく時の勘高い叫び声が聞こえた午前2時頃風が収まり北西の風に変わった。艦隊の多くの船は岸に近寄らないようにしていた。艦隊のすべての船の生存者を見つけ終わるまでには3日かかった。7隻の輸送船と1隻の支援船が行方不明になっていた。ウォーカーの調印がある報告書には884名の 兵が死亡したとあった。その後死亡者は740人と修正され、同行していた女性を含む人数となっていた、歴史家のジェラルド・グラハムによれば、150人の水兵も、この遭難で死亡したと推定している。救助で撃つべき手をすべて撃った後、ウォーカーとヒルは、作戦会議を開いた。サミュエル・ベッジを含む何人かの案内役とあって、話をした後、会議は、 案内役と軍人の無知のために、この遠征は中止するべきという議決を採択した。この事故で、ベッチは、公然とウォーカーを避難した。僭越ながら申し上げるが、先の事故は、そうだの難しさが原因なのではない。我々は、北岸への航行を余儀なくさせられた。これは、航路が間違っていたのである艦隊は、セントローレンス湾まで戻ってから、 スパニッシュリバーに停泊した9月4日のことだった。ここでの作戦会議でニューファンドランドのプラセンシアを攻撃するか否かが話し合われた。夏の終わりでもあり、ここで越冬するだけの物資はなく、プラセンシアの守りが固いことなどから攻撃には反対の決議となり、艦隊はイングランドへ戻った。ジョージ湖からシャンプランコを経由して、 モントリオールに至る経路をフランシス・ニコルソン率いる陸路からの遠征隊が艦隊の遭難と中止を知ったのはジョージ湖の近くで野営をしている時だった。ニコルソンは激光しカツラを引き裂いて地面に投げ捨てたと伝えられている。遠征隊はキロでも運に見放された。ウォーカーはニューヨークに手紙を送りフィーバーシャムと他にもどれか回してもらえそうな船を要請した。 しかし、ウォーカーが知らない間に、フィーバーシャムと3隻の輸送船、ジョセフ、メアリーそして、ネプチューンが10月7日に、ケープブルトンの岸で難破して、100人以上が行方不明になっていた。艦隊は10月10日に、ボーツマスに着いた。ウォーカーが座上した機関エドガーは、それから何日か、後に爆発した。火薬の誤った取り扱いが、おそらく原因であった。 この結果、ウォーカーは多くの書類を失い、ウィリアム・フィップスの公開日誌もこの爆発で失われたと主張した。この遠征が大きな失敗だったにもかかわらず、政治への影響はさほどのものではなかった。この失敗によりハーレーはブルーウォーター政策を早々に引っ込めてしまった。この政策は敵を追い詰めてから海軍に攻撃をさせるやり方だった。 しかしながら、ハーレーはさらに、ヨーロッパの軍事行動の奇策を持ち出して、この政策の実践を続けた。この遠征は、時の政府によって行われたため、失敗した理由を詮索するということには、誰も、あまり関心を寄せなかった。ウォーカーは、安城から同情を持って受け止められ、ヒルともども新たな任務が与えられた。結局、ウォーカーは、 この遠征に関する詳細かつ率直な記述を爆発を逃れた日誌や書類と同じように彼自身の記憶に基づいて綴った。ウォーカーは1715年に地位を剥奪され1728年に世を去った。イギリス国民の心情は事前の準備をし損ねたニューイングランド入植地に対しケチで頑固であるといった理由で責任を負わせるようになっていた。 このイギリスの国民感情は入植地からは反発を受けニコルソンや総督のジョセフ・ダドレーは逆にウォーカーを非難した陸路でケベック入りするイギリス陸軍がボストン郊外にいる真中は軍による統率は入植者からは必ずしも好意を持っては受け止められず民間人と軍人との政治的な対立は後のアメリカ独立戦争の伏線となっていった ヒルの士官の一人が書いたものにこうある、かの、者どもの悪しき性質とルフ、彼らの政府、競技、流儀、そして偽善ともったいぶった物言い,いは、指示などできるものではないさらにこうも書いている。もし入職者たちがより強固な支配下に置かれない限り、より頑固になって、常に、こちらの言うことを聞かなくなるだろう入職者たちは、ウォーカーとヒルとが、 遠征の失敗による避難を逃れた事実を嫌悪感を込めて記していた。フランス政府は1711年の3月には早くもニコルソンがケベックへの遠征隊を編成しようとしていることを知らされていた。また、ヒルの戦力の構成も知っていたがおそらく7月まではどこに向かおうとしているのかはわからなかったようである。ヌーベルフランスの総督、ボードル・ユーハク。 フィリップ・ドリゴーは、ルイ・ドゥ・ニボ・ラ・ロンドを、6月の上旬に、捕虜の交換という名目で、ボストンに派遣していた。ニューイングランド当局に、イギリス本国からの遠征隊への支援を、保留するということを確信させるという秘密命令を、受けていた。ラ・ロンドがボストンに着いたのは偶然にも、ニコルソンと同じ6月8日であり、イギリス植民地の判断に影響させるという目論みは、 どうも失敗したようだった。ニコルソンは、ラロンドの振る舞いに懐疑的だったが、ついに逮捕に踏み切った。秘密命令のコピーが逮捕された、フランス船から発見されて、ボストンに持ち込まれたためで、ラロンドは11月までボストンに拘留されたままだった。ボードル EU は8月にも警告を受けた、ケベックとモントリオールへの遠征隊が編成されつつ、あるというのだ。 ボードル・イーユは民兵を招集し、地元に住む先住民を結集して、入植地全体にできる限りの防衛手段を準備し、入植地全体に戦争のための足場を築いた。10月半ばに大型艦が近づいているという知らせがあり、緊張がさらに高まった。しかしそれはフランスの船であり、9月19日に、 ボードルイユが下流に起こした偵察が戻ってきたのだった。この偵察係は7隻の難破船とおよそ1500人の遺体を見つけたと報告した。その土地の者がすでに難破船から略奪行為を働いていたため、ヌーベルフランスは正式な引き上げを行い、回収されたイカりや鎖、テント、そして大砲といった島は競売にかけられた。 ウォーカー艦隊の軍艦と船の一覧、隊列は2列だった。ありがとうございます。